豊府市スポーツセンター体育館は、山口県豊府市の豊府市スポーツセンターにある体育館。単に豊府市体育館とも称する。愛称は、ソルトアリーナ豊府。アシックスビークルーエッセ、羽島省水園、日本水泳振興会共同体が、豊府市スポーツセンター全体の指定管理者として管理している。市内にグループ会社の工場がある、キリンビバレッジが、 法府市スポーツセンターの命名権を取得し、2020年4月1日から、キリンレモンスタジアムソルトアリーナ豊富の故障を用いている。法府市スポーツセンターの中核となる施設で、現在の建物は、初代体育館の老朽化に伴い、2006年から2010年にかけての建設事業で、隣接地に新築された2代目。愛称のソルトアリーナは、公募で選ばれたもので、 付近で、入り浜式制園が盛んだったことに由来する。建設事業費、約30億7000万円のうち3億6000万円弱に、防衛省の防衛施設周辺民生安定施設、整備事業補助金を活用している。バスケットボールコート3面が、確保可能な観客席付きのメインアリーナ、バスケットボールコート2面が、確保可能な観客席のないサブアリーナ、ダンス、 体操等に使用する県運動場などからなる。2011年に開催された第66回国民体育大会ではバレーボール競技の会場となり、地元の誠英高等学校で結成された山口県代表チームが優勝を飾った。また、2016年に中国地方五県で開催された全国高等学校総合体育大会でもバレーボール競技の会場となった。 ありがとうございます。